はい、ダンです。今日はですね、引っかかってはいけないポンジ、3つの特徴というところで、本当にですね、まあ、特に日本でもですね、コロナ禍以降ですね、ものすごくポンジスキーム、要は騙す話ですね、詐欺のような話がものすごく出回っていて、残念ながら引っかかってしまう人が多いので、この3つの特徴についてですね、まあ、一般的な特徴ということでお伝えしたいと思います。で、まず1つはですね、月利を謳ってくるということですね。まあ、要は毎月利息をもらえますよっていう月利っていう言葉ですね。あともう一つが、元本保証ですね。あなたのお金は、確保しますよっていうところですね。元本保証。で、3つ目がですね、断定表現ですね。必ず儲かる、絶対儲かる、稼がせるとかですね。こういった表現ですね。この3つには注意していただきたいなと思います。で、まずですね、月利なんですけれども、毎月例えばですね、10%、20%っていうことになりますと、まあ、年で言うと、120%から240%の利率ですよね。で、まあ、こういった、情報がですね、要は一般的にですね、ネットで簡単に手に入れられるところからですね、入ってきたりとか、まあ、あなたの普通のですね、要は、まあ、MLM もそうなんですけれども、ネットワークビジネスのようにですね、普通の主婦とか普通のサラリーマンの友達から入ってくるとか、まあ、そういったですね、その情報のソースですよね。普通の、要は一般的なですね、人からそういった高利率、しかも月利っていう形で情報が入ってくるってことはまあないですね。ですので、よっぽど特殊な条件下でない限り月利っていうのはまず怪しいと思ってください。で、2つ目の、元本保証ですね。っていうのは、まあ、これ、投資の世界で少しでもですね、情報を得ている方からしたら当然なんですけども、法律的に元本保証って謳うことはできないんですよね。まあ、証券会社とかですね、まあ、銀行の、方ですとか、当然ですね、そういうのは知っているんですよね。で、通常投資に関わっている人であれば元本保証っていうのが怪しいというのはまあすぐに分かります。ですので、まずこれを謳ってくるっていうのも怪しいと思ってください。で、投資にはですね、基本的にリスクっていうのはつきものです。ですので、このリスクをすべて最初から取り払いますよと、まあ、要は一般の人のですね、リスクを、恐れるその、気持ちに便乗してですね、その不安を拭い去ろうと。まあ、その、手口自体がですね、もうポンジの典型だと思ってください。で、3つ目のですね、断定表現、必ず儲かります、必ず、稼がせますっていうのもですね、これは投資に限らずですね、例えばまあ情報商材ですね、インターネットでそのものを売っていたりとか、あとコンサル、怪しいコンサルですよね。あとはまあ、企業塾とかもそうなんですけれども、まあ、要はマーケティングのですね、上辺のその言葉を駆使してですね、人集めをしようとする人たちも結構使うんですけども、まあ、絶対とかですねっていうのはないですよね。で、必ず稼がせますっていうような言葉を使ってる、まあ、要はまあ今はですね、もう、インターネット上でですね、広告を見ても簡単に動かない人も増えてますし、その情報のリテラシーですよね。いわゆる情報弱者っていう人たちも少しずつ減ってきてはいるので、簡単に騙されないとは思うんですけども、でも今でもですね、やっぱりそういったその心を揺さぶるような言葉でですね、引っかかってしまう方もいらっしゃるんですよね。ですので、まあ、この断定表現というのも気をつけた方がいいかなと思います。まあ、これは一般的にですね、いわゆるポンジスキーム、騙す場合のですね、3つの、典型的な表現というか手口なんですけれども、ただですね、これはどこの情報源かっていうことでも変わってきて、例えば僕なんかもですね、メルマガとか LINE でですね、かなりの、まあ、一般的に言ったらこれは本当に、本当なのっていうようなですね、利率の、案件っていうのもクローズになるんですけども、紹介したりしてるんですよね。で、これが何で可能かっていうと、例えば僕はですね、海外の方で、法人、海外の方で、投資ファンドなど法人を持っていて、まあ、そのパートナーがですね、かなりその現地の、富裕層だったりとか、あとは市場ですね、
マーケットのトレーダーが身内にいたりとかですね、そういったその本当に特殊な条件下で富裕層にしか回ってこないような情報っていうのを一部お裾分けしているような形で、まあ、LINE とかメールマガで情報発信してるんですよね。でこういう場合はですね、まあ、普通に考えたら日本で普通にその辺で聞いたら騙す話じゃないのっていうような利率でだったりとか、あとはまあ身内の一部の信頼関係のある方に関しては書面でですね元本確保したりとか、そういったことはあります。ですが、まあ、今日話したようなですね、話っていうのは普通にですねその辺から入ってくるような話で、こういったですねうまい言葉で、引っかかってしまうその典型ですね、そういったパターンをご紹介したという形になります。ですので、まあ、本当に情報のソースですね、どこから、入ってきた情報か、あとはどういった本当にですねしっかり自分の頭で考えて情報を見てですね、でその人の、まあ、顔なり、できれば対面でですねお話を聞いて、本当に、これは本当に希少な情報であると、有利な条件だというふうに確信したらですね、投資っていうのはもちろんこれから皆が必要になってくる行動ですので、ぜひですね、前向きにですね、投資行動をしてですねご自身の資産と、大切なですねご自身の人生と家族を守っていっていただきたいなというふうに思います。まあ投資に関して、あとはまあインターネットビジネスですね、そういったことに関してはですね、動画の下にある説明欄の方からですね公式 LINE に登録できますので、こちらの方で細かい、情報を発信してます。でご質問にもすぐに答える体制をとってますので、すぐにですね LINE 登録してぜひこちらにコンタクトいただければと思います。いつもありがとうございます。